バスケットボールチェコ代表は、チェコバスケットボール連盟により、国際大会に派遣される、チェコのバスケットボールナショナルチームである。本校では1992年までのチェコスロバキアも、一緒に扱う。チェコスロバキアは、国際バスケットボール連盟原加名国の一つであり、初めてバスケットボールが採用された1936年ベルリンオリンピックにも、参加。 1946年には欧州選手権で優勝を果たす。チェコスロバキア末期は1982年世界選手権出場を最後に低迷しオリンピック及び世界選手権出場権を逃し続けていた。1993年にチェコスロバキアが解体し、チェコ共和国が成立してからもしばらくはオリンピックやワールドカップへの出場はなく、 欧州選手権でも低迷していたが、2019年にワールドカップに久々の出場を果たすと、予選リーグで日本とトルコを破って、決勝トーナメントに進出した。2021年は、オリンピック最終予選決勝トーナメントでカナダとギリシャを破り、東京オリンピック出場権を獲得した。本大会ではイランに勝利したが、アメリカとフランスに破れ1勝2敗で、 予選リーグで敗退した。ありがとうございます。